どうもキロリです。あ、1点差っすわ。今日はね、まあなんといってもセデーノ選手の満塁ホームラン、メルセデス投手が被弾からのね、まあそこで松陰寺さんは松井裕太氏こと松陰寺さんは見るのをやめたとつぶやいてましたけど、そこからねすぐに、まあ、3点返せたのはすごい良かったのかなと思います。犠牲フライ、タイムリー、そしてスクイズ。今日はねもう3番に石川慎吾選手が座ったわけなんですけども、頭脳プレーみたいなのもね出ましてね。でやっぱり、まあ、7回にですね満塁のチャンスでポラちゃん、まあポラちゃんねこの間も東京ドームとか特にいいところで打ってくれたんで、まあなかなか言えないですけど、あそこでねちょっと打ってほしかったなっていうのと、もうピンチをね散々やっぱしのいでたので、やっぱこの満塁ホームランが痛かった。最後の最後まで、1点差のまま行ってしまいましてね、オリックスもなかなか攻めあぐねてる中で追いつきたかった、追い越したかったんですけども、なかなか、これで、今日1日でまた3位になっちゃいましたかね。ソフトバンクは試合がなかったので、はい、ということでちょっと短めですけども、これからね中野さんもやってきて、22時から渋谷クロス FM で今日もラジオがございます。おもてなしブルース、あまりかなでさんの代打でやらせてもらいますんで、よろしければ皆さんぜひご覧ください。メッセージもよかったらください。いやープラちゃん、プラちゃんなー、まあ、でも今日はオリックスの、まあ、投手陣を褒めましょう。オリックスの投手陣というか、まあ、中継ぎ抑え平野選手ね、平野投手、山崎投手、阿部投手のねやっぱり気合も入ってましたし、まあ、ロッテの中継ぎ陣も良かったんですが、まあそれ以上にちょっと効きましたね満塁ホームランが。ということで中野とヒロイのヒロイでした。グエチッ。